皆さんこんにちは。じゃあ、松原です。です。ゆのりです。さて、やってまいりました。一度きりチャレンジ。23時59分までにクリアで報酬、達成報酬ゲット。これがオーディン玉ドラ、オーディン玉ゾー X だっけ？玉ゾー X。いやあのね、先日来ましたよね。ですね。ゲットできなかった。なんで笑うんだよ。なんで笑うんだよ。今、9時4分。早速いきます。同キャラ禁止です。炉の上でいきます。参ります。クリアしちゃえばいいですからね。コンティニューできるんだよね。できるはずです。お、2、1、1、余裕だ、全然余裕だな。一回ハート呼びます。もったいないんで、スキルちょっと一回温存的な。どんな敵が出てくるのか。あの、生放送で山本さんが人によって違うって言ってました。うん、言ってた言ってた。あれ、あ、普通に倍率で出て、倍率でいけた。あ、強くない。ほう、ほう、確かにこの辺ちょっとランダムで出てきた感ありますね。まだ普通の倍率でいけそう。いけそうですね。これはちょっとやばい。 HP やばそう。まだいけた。まだいける。まだいける。まだいける、うん、まだいけそう。本当に多分、多分ですよ。まあスピード重視。そうですね。やった。あ、これ避難でどうだ。いや、いけるんじゃないですか。あら、おっと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 、意外とでかいぞ。いきまーす。こういうなんか一度きりみたいな音でこんなフロア数長いやつ初めて。あ、ごめんなさい。あ、おっと、しまったしまった、ずれてたずれてた、うん、失礼失礼。まあ大丈夫でしょ。あ、お、まあスキル温存するのもあれですから使っていきましょうか。ちょっと完全に Y のミスでございますね。こっち、え、あれ、色がやばい、色が、まあいいでしょう。うん、16倍、悲しみの16倍。いきまーす。ここから本気いくぞー。さあ、そろそろ100倍を。あれ、ハートが、あ、あれ、あれ、あれ、ハートが、よし、はいはいはい。バトル4、まだ4なんだな。あれ、嫌な子が来たね。ここ、ランダムっぽいね。っぽいっすね。まあ、ここは多分この十字消しを入れない感じで多分いい感じよね。あれ、いい感じですね。いや、まあちょっと今消しすぎたんで。消しすぎか。今誰が行きました？誰か行きましたね。誰かが。あ、消しすぎじゃないですか。消しすぎか。はい、消しすぎです、消しすぎです。これ消しすぎ、消しすぎ、消しすぎ、消しすぎ注意報。あ、でも逆に、あ、ちょうどよかった。いい感じ、いい感じ。コンボぐらいですか。さあ、同じ色が重なっちゃうと、そうそう、色がなければいけたと。あ、全然いいと思う。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あとに、やべえな、ちょっとやべえ。逆に、そうそう、もうちょっと削って、もうちょっと消してみる。あ、そう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 。1、2、3、4、5、6コンボ。どうやん。まあ、声はしないと思います。いい感じ、いい感じ。え、逆に足りない。あ、やべえ、逆にちょっと足んないっす。仕込んで人、水、あ、いけるんだよ、大丈夫かな。どうなるか。あ、でも4つ消しよーし。え、落ちた、今ドロップしました、ね、そっ
ここなんかこのパーティー、え、ちょっと待って、これこの男女終わった後に卵がブー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 って並ぶんじゃない。このパーティーって2ウェイ持ってる木のモンスターってリンシアって1個、リンシア2ウェイ1個です。あ、もう全く2ウェイいらないんだね。自分で言うのもなんだけど、確かに男女終わったらボーボーボーってなりそうですね。すげえ卵を欲しくて、いやーん、いやこれ光だけは抜けないから、いけ、よっしゃ、すげえ卵欲しくて、そう、卵欲しくて、めっちゃ欲しかったんですよ。前回あの来た時、うん、気づいたら終わったから気づいたら終わってた。それ気持ちわかる。オークさん前回ゲットしました、しました、しました。あー、マジで、すごいね、1時間でよく、はい、よくぞ。前回2時間でした。あ、そうっすね、2時間だっけ、あ、そっか、延長しました、ね、メンテナンスかもろもろだとかだ、はい、これでも18回とかまで行ったらさもうコンテしたいよねまた登るんかってなるよね本当に。だからその1時間のやつやってた時もあれこれもうちょっと無理、なんかやり直したら無理じゃないみたいなもう間に合わない、うん、もう全然コンテしますよ胸を張ってこれこのダンジョンやばいっすね。今99パーとか先制割合ダメージめっちゃきてますね。ね、うまい、ナイスコンボ。自らを叩いていい、久しぶりに聞いた。今のうまかったっしょ今のうまかったっしょ全然余裕だ。20回、これやっぱカーリーなのかな。いや、カーリー臭いね。マジこの感じだとちょっと、うん、闘技場の P を抜いた回数が一応これ今ちなみに10。おお、うん、うわっ、すごい、レンシア、レンシア悪いっすね。消せば、消せば、消せばいいやつ。うめ。おりゃー、いいね、リンシア強いよ。これ抜いたんだ。いけ、抜け。そうなんだろうね。あ、いけそう。あー、あらららららら。意外と意外と。ハリケーンしちゃう。いきまーす。あー、これは闇消さないですか何はあー、これはあれはあ、やばい、あれあれメジェビームが、あ、やばい、メジェドエンド、あ、何言うのアーマンズか何の話だったなんか気づきました。いや、そのダブルロノウェイじゃなかったんだなと思って、あ、十字消しがワンロノウェイだったんだなあ、そうです、うっかり。もうこれもう実録、もう行きましょう、実録一発勝負。おお、びっくりした、どうやって動いたの。え、木がない、木ないですね。やむを得まい、使いましょう、ボルメツスホワイトフレア、ハリケーンシャド、うむ、いきまーす。やばい、どうした、やばい、あー、なんだあ、大丈夫、コンボ消し引っかかんない、あぶねー、あっ怖え、
部ミックスの口紅で動揺しました、これさ。おいいですか、いやー危なかった。これでも闘技場と同じだったら16回で大体なんか感覚つかめます、ね、てかもうすでに結構強くない？あえマジでダルムー、いや11回でこれか、いやだから11回でこれランダムだとしたら、まあ、よくあるパターンがビシュヌとか、ここで究極のビシュヌとかここで出てくるから、うわこれめんどくせー。それで考えると結構村井さんは良い方を引いた可能性ありますよ、シバ、うん、いやでもシバぶっちゃけその最初の遅延がうっとしいだけで、あと普通に、うん、ダムルうちょっと削りすぎましたかね。え、これ11回でしょ、あと9フロア残っ、え、やばくないこれ、ちょっと削りすぎましたかね。え、この先何で、うわあよかった、これトライフェイスになってたら死んでたんじゃない、確かに、でもしかもこれもハート5個ないとダメじゃない、はい、しかも忍者の毒も捨てるからこれないぞ多分ここは5個ないの、4つだな、これ5個これ4つだな、これ4つだな、おいっぱいある、しゃー引いた、え、軽減したところで何、いや抜かないとダメですね、このダンジョンきついよ、ちょっとこの後どうなるかわからないけど、で確かにもう11回で芝出されたらもう最後、ね、カーリーしかいないよ、一体どんなん出てくるの、これ点在しすぎじゃない、ハート、あとこのあとこのあとだってさ、ゼウスとか出してもさ、シバより強くなんないとダメでしょ、だからもう何出てくんだこれ、あれかな、天狗とか、まさか縛ってくる天狗、まさかマシン、あいやーいやマシン系はさすがにそんなん出されたらもう3時間じゃん、もう今カーリーで現実的に考えてるそんな無理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 、あ、えらこれすごいな、ここ今先生ありましたね、すごいな、ここで出てくるか、闘技場でいうとこの1個前ですかね、カーリーの1個前がここですから、いやこれは読めないなやっ、あ、あいややっ、あ、あああこれは、うわハートフルアロー、あ、まあでもこれ、どの上でハートが、どの上でいけるんじゃないですか、2回3つ、何出てくるか気になるな、スタージャスティスとか新しめの後だからセラフィスとか、あ、結構新しめのが出てくるんじゃないかな、いい落としだ、なんか今までその実装されてない新しいその攻撃パターン持ちのモンスター、そうだねそうだね、お、優しめ優しめ、いけや、ここは多分一旦ここでみんなスキルダメとかできそうっすね、まあでも村井さんのパーティー軽いんですけど、ただここで出てきたからちょっと強くなってる可能性はあるんだよな、油断できない、一旦半分まで削れば、うわお邪魔が、お邪魔やばいな、あのお邪魔目覚めきついな、あのお邪魔はハリケーンシャウトで勝負、まあまあ計算通り16、14、おお、うん、全然いけます、これしばらく余裕数ターンはあったっけ、ないか、ここは正直早めに勝負を決めた方がよくて、こいつ進化してるサタンなんでバインド攻撃なんですよ、ああそれは嫌だ、色なくなっちゃったりすると大変です、アマテラスがいるものの嫌だね、水が木で、木が回復使わざるを得ないか、攻めるんであれば、そうっすね、発動、ギリギリ危ねえな、
きまーす。どう？いい感じ。お邪魔の残り具合がいいですよね。やっぱりそうだ。新キャラ。いやただこれロノウェイだったらがっつり減らして耐えれると思うんですけど、ね、本気殴りね、はい、うわロックまでついた。これ厄介だぞ。カモンロノウェイ。そうだよね、これやばいね、これこれやばいね。これ20回到達するまでにさ右端のところにアイコンめっちゃ並ぶんじゃないか。どんどん正直ちょっと十字消しパーティーにはロック目覚めきついですね。ほらお前これ耐えられ…あ、でもごめんなさい、強くなったら耐えられないかも。いいダメージ。あ、いいっすね、根性消えましたよ。でも今のやつちょっとパズル上手かったからもう一回やれって言ったらきつい。弱気ワックスライン弱気ワックスライン弱気が出た。アリケンシャウト。でも行くしかないですから。ワックスを見せてください。キモ1コンボしかない。ワックスを見せてください。すごい弱気になってる。ワックスを見せてくださいとか言ってもう離婚してた。いやでもそうだった。いや大丈夫、もう離婚してた。強気に行きましょう。もうこれはもう僕はもうガンガンコンティニューします。コンティニュー宣言。そう宣言しとく。多分コンティニューいっぱいする。ああコンボ足りねえ、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 全然足りねえ。おお、何やこの強さ。あれ強えな。あれ強えな、こんな強えんだ。あと4回。あ、じゃあ普通にやっても耐えられなかった。これさ、何がきついってこれ。いや根性発動すれば今ね耐えられた。0時までにはクリアしないといけないですから。まあまあ、この調子でコンテすれば。この調子でコンテすればもう。それはもう。あ、あとが。お。お。お。やっべ、もう一コンボ。きた。きた。これがマックスのライですよ。足りる？危ねえ、足りるって言われた時に足りないのって。落ちた。あ。これ何回でも何が出るか分かんねえな。レッドソニアですか。いやほんま行くしかねえな。行きます。ソニア系はあの違うバングでもやってるから木を分割したい。あーマネさん木を。あー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 。強くね？攻撃が半減っすか、ロノウェイ。いや、30%減かな。じゃあまあまあ。でもまあ半減、2体挟めば半減以上のパワーは。いくぜ。確かにめっちゃ食らうな。十字消しとかじゃなかったら。ですね。そういえば見るのあれが出ますね、水着。あれね、欲しいっすよね。よりによって木のコンボが入ってないんだな、これが。おお、強い。何があった？人光で。いいダメージだった。できましたね。あ、ここ楽だね。やっぱ芝がきつかったな。これもういけます。もう変わり。ナンバードラゴンか。ここはナンバー。イルシックスに行ったらきつかったね。が多分効くね、これね。多分入ってるね。入ってるよな、これ。これきついな。あれ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 、あれか。そういうと、ここも。オーマイガー！オッケー！オーマイガー！でも、ここもし固定だったとしたら、さっきのところも固定だとしたら、結構十字消し対策っていうか、6コンボ吸収2連続だったね。あ、5コンボ吸収2連続だから。十字消しの対策。でも十字消しの対策をしてるし、かつワンダメージがでかいじゃん。うん、でかい。これこの階層のフロアで戦うってなったら十字消しで半減系はじゃない、結構大変なんじゃないかな。
どんどんキル貯めれないからね。効果力斜めにこういって落ち込んでなんとかなりませんでした。気が欲しいですね。気が欲しい。また今2ターン目。やっべ、ちょっとパズルが木まだ持つから大丈夫なのよ。3ターン目、あと3ターン、4ターン目かな。ででかいやつですね。受けれないやつ使います。おお楽かも。ああ光組めれば多分抜けますね。落ち着きを取り戻そう。ただ指がもう奪われまくってますから、ね、確か2秒か3秒ですよね。2秒かな。2秒奪われました今。あーやばい、すげえ嬉しい、すげえ嬉しい、めっちゃ嬉しそう。これが参婚した男の喜び方。さあ次だ、19あったかも。ここまでマキノ、マキノ全然余裕ですよ。え、これカーリーじゃない可能性あるね。マシンヘラとかマシンゼウスとかやめてよ。え、でもこれ指奪われたまんまさ。え、じゃあ結構さ、やり直し効くかもね意外と。で、そんな強くないっす。そんな強くないっす。あ、理不尽、理不尽にも。言葉を失った。あ、いきます。半分くらいいかないかな。おお、いい火力、いいダメージ。あ、よかった。これでこれ火の4つ消し入れるとボロメテウスがなかなかの火力が。あもういけるんだ。いや、ここはまあ逆に回復させなかったので。あれ、なんか数百の差で死んだ。いや、受け、全然受けれ、そもそも HP が全開じゃなかったんで。あ
しかったです。これでまあでも指も復活。ハリケンショット。まあその玉をゲットできるんでね、ガチャ1回分って考えたらまあ5コンまでもういいですよ。安いもんだ。安いもんですよ。玉を強いもんね。俺めちゃくちゃ強いからね。しかも玉を勘違いしてて、あれ木の十字を組めば組むほど、うん、木だっけ、組めば組むほど倍率が上がるんだよね。あれやべえ、パズルミスった。集中力が、あははは、新座の光明、水星の光景、もったいぶってはいかんよ、リオナリ君。さあ最後誰だ。でも100倍なんだよ。うわマジで。あ、火でしたね。火でしたね。これ16倍じゃ抜けないかな。いや16倍で抜くしかない。16倍で抜くしかない。マジか。火四つ消ししたいですね。オッケーオッケーオッケー。チャーリーチャーリー誰。チャーリーチャーリー。チャーリー、ホラド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 、あれ10倍出ない、あ16倍出ない、9倍、9倍、あれ、頑張って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 ください、さあ、最後、カリ、お、うわ、うわマジか、カリなの、私これ確か、マジで、あちょっと待った。私これ前なんか諦めなかったガエドラゴンって。ちょっと待った、レーダードラゴン、これ倒したらドロップするんじゃないですか。わお、可能性ありますね。わお、ドロップするよ、するよ、するよ。確定、いや確定じゃないにか分かんないけど、するんじゃない。ドロップしそうだね、今までの、今までの感じ。こいつめっちゃ強いよね。毎回ぶん殴んないと無理なやつです。これノバドラゴンとか、ね、なんかパターンあったんだけどな。なんか一回腕を振り上げるから最初は大丈夫みたいなとか。でもひたすらもう組み続けるしかないです、こいつは。これノアドラゴンとか出てきたらやだよ俺。これきつい。これ無理でしょ、これ。これは無理だよ。これはきついぞ。なあ無理だよ。行くでござる。ミキさん、ちなみに前回の、はい、あったじゃないですか、一度きり、その玉ゾケットで、それってどっちがむずい。いやこれ無理だよ。こっちの方がむずい。むずいよ、だってあれは言うてもさ、6バトルだったでしょ。まあ10フロアは多いにしよう。そう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 、フロアというかあれか。だって最後ミルだったでしょ、レベル10。うわっ、これだよ、これもう動き始めちゃったもん。思った以上に大西洋。ガイアダメだよ、ガイアは。まさかのレーダードラゴン。ガイアはもうだってミルでそのエンハとかかけても全然ビクともしないから。だこれやばいよ。ああ、もう一個も欲しかった。勝てあれ次かな。トライフェイス、トライフェイスを打っていた方が良さそうです。ただハートも十字も何もないんだよね。もうこれはトライフェイス打ってボルメテウス使うまであります。ボルメテウス、そっか、とりあえず一旦ボルメテウス使った方がいいんじゃないですか。なるほど。でも、まあ、トライフェイス、まあそうですね、トライフェイス先でヘイストもかけつつハリケーンシャートたまるんで、トライフェイス、ボルメテウス
危ない。完璧。おお、よかった。え、でもこれ2倍でしょ今。いや、かかって全然削れないと思うよ。恐縮ながらダイヤドラゴン僕で戦ったことないんですけども、いやこのダンジョン僕勝てるのかな。いやいやいや、だからもう石があり続ける限り戦えます。あ、こう、おう、あー、回復消えた。ちっとも崩れないと思う。え、マジで？これトライフェイスなかったら半減じゃないと。でも満タンだったらギリギリ耐えれたのか。ギリ。これ一応まあと4ターンで 75% 減減るんで、まあ、あと4コンぐらいすれば多分大丈夫です。本当にもうレーダードラゴン、これはかまぞ。やっぱだからまあ個人的にはやっぱりあのゼウスドラゴン、まあ、やっぱ戦いやすいですよね。ゼウスドラゴンだってパドラも一応まあぶん殴り続ければ倒せるんで、どうなんじゃろうな。まあ、ドラゴンを戦うことを前提としてパーティーを、そうだね、もう最後に焦点を合わせ、まあ、だからいわゆるそのカラットとかああいう演派は必要ですね。あった、ヤムタで行こう。まあ、例えばもう最後レーダードラゴンって分かってるからドラゴンキラーをいっぱい持っていくとか。いやでもこの次と次耐えれば一応 75% 減減ります、もうなくなりますから。なくなるよ、もう一回使われたら。もう一回使ってんの。これカーリーじゃないんだね。うまい。あ、そう、カーリーだと簡単っていうことなのかな。We are champions today. 日本語、日本語、日本語。クイーンに怒られる。クイーンバカに、完全にバカにしてる。We are 闇組まないとダメですよ。闇が。ダゼとか言ってるか。あー、やめる。おう。くしゃお、これ 75% 減りましたよ、なくなりましたよ。口を開いた、口開きましたね。とんでもねえもん、とんでもねえっすよ、もう溜めてんだ。おお、いい、あー、いい、いい落ち込み。うわー、いけ、なんかとりあえずいいとこまでいけ。いった、いい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 、ふ、は、ふ、グランドレイ、ふ、は、ふ、あれ割合ダメージなんですけど、何パー？確かになんか1000パーとか言うと、なんか分かんないです。1000パー？だから すごい量のパーセントだと200パーとかそんなんじゃない気がする。ロノエ使ってても、だって5万いくつだったでしょ？ロノエ使ってて5万いくつだった。1000パーは言い過ぎかもしれないですけど、とりあえず異常な割合ダメージだった気がする。異常な割合。あれでもトライフェイスかけてたら5万5000。無理だ。ってことは2倍。チャンピオン。お、いい感じ。もう勝ちましたよ。何コンだこれ。言うだ。でもこれ落ちたら、で落ちたらさ、玉像ももらえてガイアドラゴンももらえたらもうさ。うまいね。価値あるよ全然。それで言ったら、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、欲しいレーダードラゴンが出るまでこうリセマラも全然あるかもしれない。いたー、落ちた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 、しゃあ落ちましたよ、落ちた、見た。いや、落ちたということより勝てたということが良かった。え、な、何個ぐらい、何個ぐらいドロップするんだ。
すげえ、ガンヤドラゴン。すげえ、レーダードラゴン。よっと。え、すごいな、このダンジョン。で、しかも、玉蔵も。進化するの？しないです。これマックス？はい。こいつあれか、ラグドラと組み合わせるとってんですか。リーダーとして、フレンあサブとして4属性同時攻撃で4倍、5属性で 4.5 倍、マシンタイプの HP 攻撃 1.5 倍。ほう。はい、お疲れ様です。これ多分日付変わって集計されて後日届くんだよね、きっと。いや、いやすぐじゃないですか。すぐ届く可能性。前は、前回はすぐ届きました。確認します。来てます、来てます、来てます、すごい来てます。マリックさんみたいな。来たー、やったボックス行きましょう。おお、こちらタマゾー X 覚醒オーディン。タマゾークロス。クロスか、失礼。タマゾークロス覚醒オーディン。おはようございます。グングにいる。これめちゃくちゃクロス。HP 満タン時受けるダメージを激減。木の5個十字消し1個につき攻撃力3倍、はい、つまり1個につき3倍なんで、2つ消したら9倍なんですよ。3つ消したら27倍ですけど何ですかそれ。2つ消したら9倍、強い。で HP 満タン時激減、はい、毎回こうやって回復すればいいんだ。オーディンのあの激減で9倍ってすごいね。だから攻めもできるし守りもできるオーディンに変わったんですよ。わー、こんな愛くるしい見た目なのに。 HP がマックスの状態の時は、例えばもう回復ドロップも木の変換しちゃって、あ、本当だ、そうだ。で十字を2つとか組んだらもう81倍出るわ。もうだからあと泥鏡めっちゃ持ってるんで、泥鏡の数やばいよ。これね、結構あの底上げしてくれるんですよ、火力は。だからエスカモリより持ってますから。確かに。ならあれ、エスカマリの方が持ってるかな。いや、エスカマリと同じ数じゃない。エスカマリって5、とりあえず7個だろ。あ、7個か。じゃあエスカマリと同じですか。あ、わかんない。スキブと確か封印耐性とか。すげえ、すげえ。そんなわけで私こんな感じでございました。すごい。いやでもきつい。魔法石7個スタートで1個ゲットして2になったから実質5個だわ。ガチャ1回分だった。お、ガチャ1回でもレーダードラゴンとオーディン出たらもうやりました。きついわこれ。皆様も頑張られてください。てかこんな時間かかったんだな。いや大変ありがとうございました。さようなら。来たよマックス、マックス、ブラブラ、マックス、マックス、ブラブラ、マックス、マックス、ブラブラ。ありがとうございます。